今からみんなに卒業後の抱負を語ってもらうぞ。東京の専門学校で服飾の勉強をします。二人でお金貯めて結婚して幸せになります。公務員にでもなって恥ずかしくない大人になれればいいかなと思います。毎日合コンして告白されるとか告白されるとか。親父の修理屋継ぐんだと思います。入学金が未納の方にご連絡を差し上げているんですが。あのクソ親父。俺らでミキの親父さん探さね。じゃ探せ。いいね。私東大生大好き。東大に行きます。まともな親父じゃねえな。バカにしてんの。マジでお願いします。お金が必要ないんです。いいよ、いくら。私はママみたいになんない。俺が決めたことをお前ら詰め込み言われる筋合いはねえよ。